ちょうどあれは99年のボストンでのオールスターの始球式のシーンですね。では監督コーチそして選手をご紹介していきます。まずアメリカンリーグソーシアコーチはアナハイムエンゼルスの監督、そしてヤクルト近鉄でも打者として活躍したチャーリーマニュエルはインディアンズの監督、コーチ役として今ベンチに入ります。外野手です。ギャレット・アンダーソンエンゼルス。オリオールズのサードトニー・バティスタ。5人選ばれたショートのうちの1人ガルシア・パーラ、人気ありますね。そして30人目の男として投票で選ばれたジョニー・デイモン、今控えの選手をご紹介しています。マルティネス自体でアービーナが選ばれました。クローザー、昨日ホームランダービーにも出ましたホワイトソックスの強打者ポール・コネルコ。開幕投手も務めたマーク・バーリー、サウスポー。ショートの5人の中で最もベテランビスケール、初出場デトロイトタイガースのフィック、今イチローを上回ってアメリカンの首位打者スイニー、エディ・グアルダードはサウスポーのクローザー、ミネソタの若きキャッチャーピアジンスキー、5年連続5回目、ジータもやっぱり全国ですね。ベンチラも久しぶりですね。4回目となりますクローザーリベラ、今日はどの場面で登場するか。お、ちょっと順番変わりました。ショートのテハーダ初出場。サウスポー大きなカーブのバリージと、ミルウォーキーのファンが迎えます。シアトルのクローザー大魔神、そしてガルシア、タンパベイの外野手ランディ・ウィン、ブルージェイズの先発ピッチャー初出場のロイ・ハラディです。ここまでがピッチャーと控えの野手、これからスターティングメンバーを紹介していきます。失礼しました。この前にナショナルリーグの控えの選手、そしてベンチ入りのコーチをご紹介していきます。ジム・トレイシー、ドジャース監督は今コーチとしてベンチへ。大打者フランク・ロビンソンですね、村上さん。はい、三冠を取りましたね。そして控えの選手と先発をしない投手陣です。ダイヤモンドバックス VTR にも出ました去年世界一を決めたリベラから打ったルイス・ゴンザレス、初出場キャッチャーダミアン・ミラー、この人もシンデレラボーイ、ジュニアスタイル、キム・ビョンヒョン、去年のパクチャンコに続いて韓国から選ばれました。ナショナルリーグの30人目の男アンドリュー・ジョーンズ、スモルツクローザーとして選ばれました。中継ぎサウスポーのマイク・レムリンジャー、グラビンは選出されましたがこの試合には出場しません。去年はマイナーのオールスターに出ていたアダム・ダン、初出場です。
前半戦で35試合連続ヒット、強打のサードマイク・ローウェル、フロリダマーリンズです。29ホーマー、現在メジャーナンバーワンのバークマン。1試合4本のホームランを打ちましたショーン・グリーン。今日村上さんの注目ですね。今日帽子綺麗ですね。そうですね。ドジャースからはサウスポーペレスも選ばれました。さすが地元。地元の2メーター3センチのリッチー・セクさん、人気がありますね。昨日あたりの記者会見の様子などを見ると非常に明るい選手という印象を受けました。こちらも地元ミルウォーキーのショートストップ、ホセ・フェルナンデス。2人がこのオールスターメンバーとして入っています、ミルウォーキー・ブリュワーズ。やっぱりこうやって見るとフランチャイズ性ってのはいいですね。国は大きいからですけどね。ニカラグアからこのオールスターただ一人、パディア。パイレーツの抑えマイク・ウィリアムス。DK57 はカージナルスのチームメイト、ダリル・カイルの背番号。マット・モリス。ナショナルリーグを代表するクローザー、ホフマン。そしてもう一人、ロブ・ネン。10年ぶりです、ベニト・サンティアゴ。さあ監督とスターティングラインナップです。アメリカンリーグはジョー・トーリ、もうすっかりおなじみ。そしてスタメンです。その前に名誉キャプテンの紹介があります。名誉キャプテンはロビン・ヨーンと、アメリカンリーグの名誉キャプテンですが、かつてのミルウォーキー・ブリュワーズのこの中心選手、ミルウォーキー・ブリュワーズがアメリカンリーグにいた当時に大活躍をした選手ですね。永久欠番の番号はあるじゃないですか、あれにね。ミラーパークの銅像もハイクアロンと今のロビン・ヨーンとの2つあるんですよね。そうですね。そしてイチローがアナウンスされました。2年連続2回目。ヒレンブランド初めてのオールスターゲーム、2番サード。アメリカンリーグの名ショートの中でファン投票1位、昨日のホームランダービーのヒーロー、ジェイソン・ジオンビー、4番ファースト。昨日はイチローとバッティング談義をしていたレッドソックスのラミレス。お客さんは遠くからですとわからないかもしれませんが、息子さんのようですね。キャッチャー、ヤンキースのホルケ・ポサーダ。ファン投票でイワン・ロドリゲスを上回りました。
7番センタートリーハンター168万票余りを獲得したアルフォンゾ・ソリアーノ。先発ピッチャーはこの人、4月にノーヒットノーランを達成したレッドソックスのデレク・ロー。新監督で去年ワールドチャンピオン、ボブ・ブレンディ。オジースミス、山下さん、はい、両チームの名誉キャプテンはいずれもショートストップ。そうですね、まあ、選手もいっぱいスーパースターがいますけども、この2人も素晴らしい選手だったですよね。今年はこのホールオブフェイム行ってきますよ。殿堂入りがすでに決まってます。7月の下旬です。ナショナルリーグのスターティングラインナップ、1番セカンドビドロ、モントリオールエクスポズ。ロッキーズ左の強打者ファースト、ヘルトンが2番という豪華な打線。バリー・ボンズ登場、今日これが2回目ということになります。4番に入った操作ですが、これはやはり昨日の余韻ですかね。まあそれもありますしね、ニューヨークとシカゴってのはもう車2時間ぐらい近いでしょう。そういうことだね。やっぱりブラディミール・ゲレーロも4年連続4回目、もうすっかりオールスターのメンバーとして定着をしてきました。今年は196万票余り、マイク・ピアッツァ。そしてゴールドグラブを3回すでに獲得をしていますフィリーズ、スコット・ローレン、7番サード。フィリーズから2人がファン投票でこのスターティングオーダーに選ばれました。俊足のショートジミー・ロリンズ。あ、今スプリットフィンガードファーストボールの握りを見せていましたが、ブルペンで投球をするカート・シリング。ハンク・アーロンですね。ブレーブスのユニフォームが見えていますが、これはかつてこのミルウォーキーにブレーブスがあったという時代ですね。そうですね、そしてこの縦縞のユニフォームは今度はブリュワーズ。4番がモリターですね。オールモリターですね、はい、3000本安打を記録した。そしてロビン・ヨーントの姿も見えてきました。かつてミルウォーキーにいたこの5人の方々が登場して、ブレーブス、ブリュワーズ、これから登場する現役の選手たちも加わっての始球式になります。
20世紀初頭からのこのアメリカンナショナルに分かれてからの大リーグの歴史というのを深く感じるですね、試合前の雰囲気になりました。そうですね。